どうも、皆さんこんばんは。こんばんは。アドツです。今日はですね、ニコ生の人気配信者フグちゃんとデートをします。フグちゃんに超超いいスポットを紹介していただきました。めちゃめちゃいい風景ですよ。やばくないですか、この風景。ちょっと風が強いけどね。ここあれですか、もうパンに餌全然。フグちゃん、さっきあれじゃないですか、稲わしろこですね。すごいでかいよ。なんでフグちゃんあんなに寄ってくるんですか。僕全然寄ってこないんですけど、ちょっとやり方教えてください、パンの。それでは、じゃあフグちゃんに目は合わせないようにして。目は合わせない。目は合わせない。目合わせると怖がっちゃうんで。ほうほうほう。これ遠目からだけど、おお、すごいすごいすごい。だんだん近くなってきます。ほうほうほう。いきなり近くに行くと警戒されるんですね。だんだん近づいていけば、こう近づいていってくれるっていうことです。ほう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 。ああ、ほんとだ、すごい、かわいい。僕もやってみていいですか、パンいただいてもいいですか。ありがとうございます。ちょっとじゃあ僕もトライしてみます。ちょっとカメラの近くにね、やっぱカモが来るように。ちょっと、あ、来た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 。あ、でも警戒してるな。なかなか近くには来ないですね。これ食べるかな。おいで。あ、かわいいな、近くまで来ると、喧嘩してる。喧嘩しないの、喧嘩しないの。喧嘩したらダメよ。タル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 。喧嘩したらダメよ。パパ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 。見れてる？映像来てる？ここまで、この距離は来ないんだ。この距離は来ない。だんだんちょっとこうやってくる。来た来た来た。来た来た来た。すぐ逃げる。スリップしながら来てる。よほど嫌なんだな。嫌なんですね。なんでここが嫌なんだ。やっぱこの距離はダメなんですね。そうですね。身の危険を感じるんだ。ちょっと離れてる。あ、どうぞどうぞ。え、フグちゃんの家の床下に父ちゃんが眠ってる？いや、な、どういうことですかそれ？それはあれです。ちょっとノーコメントですけど。え、何？お父さん、え、なんでノーコメント？父ちゃんがなんか、はい、隣の部屋とかにいるのに、はい、全然声が聞こえないんですよね。はははだから埋まってるんじゃないかっていう噂が立ってるだけで、全然大丈夫ですか？お父さん、お父さん殺してないですか？大丈夫ですか？嫌ですよ、これ最後の VTR に使われたら。これニュースでこれ使われたら嫌だな、この V。大丈夫らしいよ。お父さんちゃんと生きてるみたいよ。誰その噂を流したの？父ちゃん床下に眠ってるって噂を流したの誰？ちょっと悪質だよ、それ。みんな。ダメだよ、そういうアンチコメント書いたら。床下には、え、父ちゃん床上には、え、え、母ちゃんって、ね、そういう読みがあるんですよね。床下には、え、父ちゃん床下、マジなの？みんな床下はマジだマジだって言ってますよ。いやいや、大丈夫ですか？なわけない。大丈夫ですか？なわけない。怖えな。お父さんも配信映ったりするんですか？いや、父ちゃん全く身を潜めてますね。ほう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 。突然二人しかいないのに名前をでかい声で呼ばれるんで、それが止まってるんですよね。でかい、別に二人しかいないから名前なんか呼ぶ必要ないんじゃないかなと思ってるけど、そうですよね。でかい声でわざとなんか呼んでるなっていうのがわかるんですよ。ああ。
あ、お父さんと二人暮らしなんですか。そう、あ、お父さんもう80近いですからね。ああ、そうなんですね。父ちゃんって言ってもじいちゃんだよね。じいちゃんは得意技は雪かきで、なんかもう雪が降るともうそわ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 して、ふぐちゃん、なんでさっきから横に揺れてるんですか？これ赤筋が。ふぐちゃん、ずーっとね、もう会ってからね、1時間以上経つんだけどね、ふぐちゃん、ずーっと横に揺れてるんだよね。赤筋やだからもう。ハトじゃなくてカモですよね、これ。そうかも。カモですね。あ、白鳥がね。白鳥あれですか？あそこにいるでっかいのですか？昼ではないと思うけど、白鳥なの。フグちゃんが左右に揺れるたびに世界のどこかで子供が笑顔になる。本当愛されキャラですよね、フグちゃんさん。構われてるだけって話。いやー、でもふわっちで1日で30万円稼いだのは伝説だと思いますよ。いやー、あれはちょうど時期が良かったのもあったし、2人にビギナーズランキングでやって、なんか祭りみたいになってたから、そうっすそれね。でもう二度とないですよね。もう一生に一回しかないのだから。正直ここだけの話、ふわっちとニコ生だったらどっちが好きですか？もうここだけの話なんですけここど。だけの話。正ニコッ直チ、ふニわっコッちチ、どっちか選ぶとしたニコッチ。ら。 ああ、両方とも好やっきぱりな、両方好きだ両し方好きなんでな。すね。ニコ生であの棒読みがはい、とっても面白くて、そうですね。まあ、ふわっちゃふわっちでこうゆっくり語れるというか、まあ、語ってはいないけど、ゆっくりこうなんかいろんな話ができたりしたり、なんかスワンありますね。 僕が想定してるスワンよりもかなりでかいんですけど。 あれなんすか？あれは白鳥丸。白鳥丸っていうんですか？普通のスワンじゃないですよね、あれ完全に。あれぐるーっと回るんですか？ずっと向こう側に亀がいるんですけど、それ 映るちかょっと映らないですね。白鳥丸ちょっとでかすぎません？僕が知ってるちょっと白鳥とはスケールが違いますね、やっぱり。お聞きしますと、こっち道の駅で飛んできたのあります。道の駅は、稲城ずっと行って、49号のブートで野口業務を越えて、インターチェンジのところですよ、稲じゃあ、あの辺。城。そうですね、指で指すとあの辺です。あ、じゃあまた4キロぐらいのね。4キロ、あ、ないか。ちょっとキロは分かんないあ、わかかりもましれた。ない。これ、マスに言えば書いてあるよね。そうです。ふぐちゃん、さっきコンビニですれ違った人、配信者って本当ですそう、か？配信者、アッキーさんが、間違いなくアッキーさんだなと思って、びっくりしてた。アッキーさんいると思ったけど、ちょっとコンビニの中入ってっちゃったから、アッ話キーしてさる。んってどういう配信者なんですか？アッキーさんって、訛り配信者ですね。は大泉洋的な感じに似てる配信者ははははは。です。で、この前なんかは、はい。会津で、ポテトチップスを探す配信やっていて、はい。チーズ、なんだ、あ、ピザポテトはい。とか、そういうのを探す配信をやってたりとか、はい。結構、ほうほうほう。いろんな配信やってらっしゃる方です。そうなんですね。ちょっと、声かければよかったですけど、ちょっとまさかと思ったんで、びっくりしますよびっね、いくりしきまなしたり。ね。じゃあ、餌やりますか。やっぱりみんなフグちゃんが餌をあげてるシーンが撮りたいっていう、見たいっていう感じなので。
供に当たってるからパン子供に当たってるからいやずっと揺れてるんだよねフグちゃん左右に揺れてるもう全然気にせず気にせず配信気にせず餌をあげ続けてください。絵になるな。怖い。フグちゃん、あ、フグちゃんやっぱり動物に好かれるんだ。似たもの同士なんだね。あ、やっぱりカモと。いいですね。動物と戯れるフグちゃんは絵になりますね。晴れてなかったらここにもできなかったし、そうですね、あれもできなかったし、合図すごいですね。もういいところですね。自然がまだ自然がだって山雪残ってますもんね。まだ、まあ、来ましたよ餌求めて。自分混浴評論家なんですけど混浴も結構あるんですよね。混浴評論家なんですか自称ですけど、はい、混浴のホームページとか作って、はい、これでカップルでこれ楽しめるよみたいな感じで、はいはいはい、作ってたら、はい、なんと Google でですね、はい、混浴で検索すると第1位に来ちゃったんですよ。え、混浴っていうワードでフグちゃんの作ったサイト1位なんですか。1位になっちゃった。でも一瞬でちょっと、はい、あれダメになっちゃいましたけど、お一瞬だけ1位になって、一瞬というかある時期だけ1位になって、はい、それはフラッシュっていう昔フラッシュのサイトとかありましたね。ありましたね。フラッシュで作ったサイトだったんですけど、はい、それがまだまだフラッシュで作ると、はい、こう1位になるような状態だった。今は逆ですもんね。フラッシュダメですね今。ちなみにそのフラッシュは何のソフトを使って作ってるんですか。それはあれです、ちゃんとマクロメディアのやつで、はあ、あれですよ、ダウンロードしたわけじゃないです。違法ダウンロードじゃないです。じゃないですか。ちゃんと、はあ、あれで作りました。コーディングとかできるんですか。コーディングっていうかウェブクリエイターなんですか。ウェブクリエイター一応そうですけど、まあ動画も簡単のだったら作るし、はい、あと iPhone アプリとかも作った経歴があったり。あ、そうなんですか、すごいですね。あと Android のアプリとかも作りました。ほう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 。今までで一番の自信作はどんなサイトとかアプリなんですか。はい、なんかちょっと力作というのはやっぱスロットみたいのを作ったんですけど、はい、スロットで揃えるこう、はい、スロットのアプリが、はい、それ自信作なんですけど、はい、ただ全然飽きちゃいます。ちょっとやったらちょっといまいちなんで、まだこれ未熟のものなんですよね。カニタンゲームと温泉ゲームも人気ですか。カニタンゲームも、はいですね。後でじゃあダウンロードして遊んでみます。あ、温泉ゲームは、はい、なんとオンラインでリスナーさんとかとこう一緒に戯れることができるんで。対戦ゲームなんですか。対戦ゲームっていうか、はい、オンラインルームみたいな感じ、はいはい、ルームで、はい、そのチャットをしたりとか、あと温泉に入ったりとか、温泉に入ったり、煙が出てるこう温泉に入ってるだけなんですよ。何のあれ入ってる気分になるっていう、温泉ゲーム。それプログラムをそのダウンロードしてちょこっといじったとか、そういうことでは。いや、そういうことではないですね。一から作りましたね。自らもう完全オリジナル。いや、完全ではないですよ。やっぱりそのオンラインの部分とかだったり、はい、そういうところはやっぱり分かんないところは潜ってこう、はい、ないですけど、はい、だから完全で近い、うん、完全オリジナルではないですよ。一から勉強、まあ本を読んだりして、そういう、はい、
そっからこういろいろちょこ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 つまんで、うん、まあ勉強していってっていう。なるほどなるほど。サンプルをいじったわけではないですけど、ね、なるほどなるほど、おなるほど、はい、そういうことですね、はい、なるほど、いい天気だな、これはいい天気だな。いやどうもです、どうも超異色のコラボ。皆さんの赤の髪の毛が生えてる。そうなんですよ、あの3倍目ヒカルくんの専属美容師さんにやっていただきました。風ちょっと強いっすね。どうも悪名高き和道です。ちょっと眩しいですね。どうもどうも、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。